こんにちは、柴田です。今日はですね、いつもどんな曲聴いてるんですかっていう質問を結構いただくのでお答えしたいと思います。改めまして、こんにちは、柴田です。普段ですね、どんな曲を聴いてるかってよく聞かれるんですけれども、実はですね、あんまり曲は家では聴いてないですね。あんまりっていうか、ほとんど家では聴いてなくて、ほぼほぼ子供に占拠されておりまして、スピーカーから流れてくるのは今流行りの何ですかね、パプリカのなんとかっていう、米津君の楽曲ですかね、が作曲してる曲とか、あとジストのなんとか体操とか、全然家では聞き込む時間がないというか聞けないので、基本的にはいつも車ですね。車では自分の好きな楽曲を聞いていて、割と車に乗る機会が多いので、その時のプレイリストなんかをですね、ご紹介させていただけたらと思います。あんまりこう当たり障りのないというか、刺激があまりない楽曲の方が最近聞いてることが多くて、昔はやっぱね、激しいのとかパンクがすごい好きだったんですけどね。でプレイリストをちょっと紹介させていただきますとですね、ベックは結構よく聞きますね。ベック、あとジャック・ジョンソンもよく聞きますね。ジョン・バトラートリオですね。これは本当にかっこいいです。ぜひぜひですね、皆さん聴いてみてください。めちゃめちゃギターかっこいいです。基本的にはですね、やっぱりギターが緩くかっこいいものが割と好きかもしれないですね。 G-LOVE とかですね、 G-LOVE とかも結構よく聴いてますね。あと鉄板なのが、レッチリはですね、もうずっと長い期間聴いております。あとジェイソン・ムラーズも結構聴きますね。マルーン5も入ってますね。マルーン5も結構流れてますね、車とかね。あとシムレッドモンドバンド、これはね、ほんとかっこいいです。男女のねボーカルいるんですけれども、めちゃめちゃこう落ち着くというか和みますね。日本人もですね、このプレイリスト入ってて、クラムボンとか、あとキャラバンも一時期よく聴いてましたね。あとエゴアッピーですかね。邦楽はこんなもんですかね。あんま入ってないですね。ジョン・バトラートリオはですね、ぜひですね、サンライズ・オーバー・シーっていうアルバム、これはぜひ皆さんチェックしてください。本当にね、ギターがかっこいいです。 YouTube にも結構上がってるんで、ぜひぜひ皆さん一度見てみてください。ギターをですね、鍵盤みたいにというかですね、ピアノみたいに弾いてます。こんな感じでこうやって弾いてる時もありますね。めちゃめちゃかっこいいんで、ぜひぜひご覧くださいませ。ベックだったらグエロってあるんですかね。これは結構好きですね。昔からよく聞いてますね。そういった感じでですね、意外とというかですね、割としっぽりした楽曲ばっかりを普段は聞いているというシーバード君でした。せっかく YouTube でギターやってるので、今後もうちょっとギターメインの楽曲を聴いて、洋楽とかもですね、弾いてみたとかやってみたいなと思っております。といった感じで、日常を聴いている楽曲のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。